今村昌平は日本の映画監督、脚本家、映画プロデューサー、日本映画学校の創設者、同姓同名の別人で映画関係者がいる、日本映画監督協会会員、カンヌ国際映画祭で2度のグランプリを受賞した日本を代表する映画監督の一人、小竹、日活を経て独立プロダクションの株式会社、 今村プロダクションの代表取締役を務めていた。映画監督の長谷川和彦は正社員として所属した。性格的には、拡張志向が強く、そのことは一面では教育者としての顔も持ち合わせ、長谷川和彦を育て、映画人を育成する横浜映画専門学院を創立後に日本映画学校となり、日本映画大学の母体となった。 撮影所システムが1970年代に公開して映画会社が人材育成をやめて以降の人材供給の役割を果たしていくことになった。家族は妻と二男一女。脚本家で映画監督のチングアン大輔は長男今村プロダクション代表取締役の今村助は次男にあたる。50年余りの映画監督人生の中で20作品を監督している。 妻は1970年代に近所の主婦を集めて、明日の女王、サザエさん、タイガーマスクなどのアニメの再色と仕上げを行う、下請けの仕事をして、今村が劇映画を撮れなかった10年間の家計を支えた。今村昌平作品は、重機劇と言われ、これは今村を象徴する言葉で、もともとは、軽気劇をもじった今村による造語である。作風は、自然主義リアリズムで、 脚本執筆の際には徹底した調査を行った。赤い撮影では宮城県の12家族を調査し、日本昆虫記は、売春婦とその圧戦業者に取材したノートは3冊になり、エロ児師たちより人類学入門のためにブルーフィルム制作者に実際に取材した。その調査まぶりは、復讐するは我にありの映画化の際にも発揮され、原作者の先隆造を驚かせた。 撮影にあたっては、基本的にオールロケが原則で、俳優もスタッフもロケ地で長期間の合宿生活をして暮らしながら撮影するスタイルをとっており、俳優の掛け持ち出演も許さなかった。鬼の今平と言われる妥協のない粘りの演出で、アフレコを嫌って臨場感のある同時録音にこだわった。独立プロによる映画制作であり、自分の家を抵当にいる制作資金。 年出しているため、制作費を回収して、抵当権を解除するまで3年ほどかかるため、発表ペースは3年に一度となっていた。契約家として知られ、フィルムはどんどん使ったが、映画制作費を減らすことのためなら何でもしたと言われている。おごるのもラーメンくらいだったという。不用意に電話を使うことすら許されず、電話代を節約するためハガキでのやり取りを奨励していた。 趣味は麻雀。相撲取りクラスの非常に大食いであり、松竹大船撮影所では丼飯を2杯食べる新人というので評判だった。しかしその旺盛な食欲が災いして29歳で糖尿病となる。糖尿病治療でよくテニスをやって、スタッフにも付き合わせていた。晩年は高齢に加えて、糖尿病の影響でエネルギッシュだった今村はめっきり、無口になった。 ヘビースモーカーだったが、禁煙した。今村が、小地区から日活へ移籍した後、今村の師匠である、川島雄三が同じく日活に移籍、また監督試験で、小竹に落選した、浦山清良が、鈴木清淳監督の計らいで、日活入所となった。川島は、幕末太陽電での政作にかかる予算配分をめぐって日活と対立し、結局日活を去るが、 今村は日活に残り、日本昆虫期、赤い殺意などの制作を行う。今村は常に、川島を意識して、地方出身で、都会志向の川島に対して、東北土着の基礎心理をベースにした作風をこの時確立させた。後に、今村はこの基礎心理を推し進めて、ドキュメントタッチの作風に変化していったが、主人公は常に庶民であり、 有名人の小らい歴的作品は一切取り上げなかった。師匠、川島についての追悼録、さよならだけが人生だ映画監督、川島雄造の生涯では、川島の生涯を実証的に取り上げ、川島が ALS に侵されながら、それを一切多言せず、最後まで映画制作の現場に立っていたことを取り上げた。 今村はそうじて女性を肉感的に表現することを好み、多くの作品で女優のヌードシーンが登場している。長男の天音願いは父、今村について、金儲けが下手な理想主義者と語っている。東京府東京市の大塚で、自備運行家の開業医の三男、かずめの三男として生まれる。父、半次郎は、兵庫県加藤郡東場村に生まれ、 東京帝国大学医学部卒業後、京橋に自民公会員を開業。母は北海道小樽市の漁師の娘だった。小学校の同級生に俳優の北村和夫がいた。小学校時代から父に連れられて寄席や映画にはよく通う日々を送る。また長兄は金曜会という劇団に所属していたが、後にフィリピンで戦死。1944年に、 東京高等師範学校付属中学校を卒業。付属中の同期には、星新一、土田光文、王の君を小玉進む、黒沢博星野英一などがいた。徴兵を避けるため、気流高等工業学校に入学するも、終戦後直ちに退学し、早稲田大学第一文学部西洋史学科に入学。早稲田大学では、 演劇部に所属し演劇活動を行っていたが、酔いどれ停止に感動し、演劇に見切りをつけ、監督の黒沢明に就こうと思い決めた。しかし、黒沢のいた東宝はその時女監督募集をしていなかった。1951年早稲田大学第一文学部を卒業し、松竹大船撮影所に入社。欠員の出た松竹が、 初の助監督候補を行い2000人中8人という難関を突破しての合格だった。主に小津安二郎の助監督を務め、小畜大船助監督部の幹事にまでなったが、収入や仕事で不満を感じ、1954年に日活に移籍する。後に小畜では束縛だらけだったが、日活は全くなかったから驚いたと、小畜と日活のギャップを語っている。 1957年の川島雄三監督、幕末太陽でニア浦山霧郎監督のキューポラのある街の脚本も書いている。1958年に盗まれた浴場で監督デビュー。同作では川島雄三とのつながりで、真弓ずみとが音楽を担当し、以後真弓は神々の深き欲望まで今村作品の音楽を担当した。1958年の 果てしなき欲望の頃からスタッフが固定化今村組が形成されていった。1959年のにあんちゃんは今村の名を一般に知らしめた出世作で文部大臣賞も受賞したが、田坂智隆が日活を辞めたための代役で本来やりたい企画ではなく文部大臣賞の受賞については今村はそのような健全な映画を撮ったことを反省したという。 1961年の豚と軍艦は高い評価を得る一方予算オーバーしたことと工業成績が良くなかったためしばらく日活から干されることになった作品である。また本作の脚本を執筆中に小津安二郎と脚本家の野田工房からこぞって何時ら何を好んでうじ虫ばかり書くと言われて両名にこのクソジジイ、と毒づきこれを契機に俺は 一生死ぬまでウジ虫ばかり描いてやる。と固く決意したという。1963年の日本昆虫期では山形県で俳優とスタッフによる合宿でのオールロケと同時録音に挑戦し、大胆なセックス描写が話題を呼び配給収入は3億5000万円と大ヒットした。また、第14回ベルリン国際映画祭にも出品され、主演の笹チコが 銀熊賞を受賞した。日本昆虫期の大ヒット後は会社から却下されてお蔵入りしていた赤い殺意の企画を蘇らせて1964年に公開。同作は今村が自分のベストと認めている作品である。この赤い殺意などで監督として世間に認められる。しかし、日本昆虫期赤い殺意で配役や予算。 フィルム使用量で会社と衝突し、赤い撮影を最後に日活から独立し、1966年3月に自らが代表を務める独立プロの今、村プロダクションを設立。以後、ここを拠点に映画制作をした。この時期の今村は柳田国をの民族学に傾倒し、日本の古くからの農村に根付く俗信やルールをテーマとしていた。2年がかりの沖縄ロケをし、 初のカラー作品となる神々の深き欲望を1968年に発表。同作は各種映画賞を総なめにしたが長期ロケのために2000万円の借金を抱え資金難のためその後の10年間は主にドキュメンタリー作品を手掛けたこの空白期もあり同作は今村の前半期の総決算と位置づけられる作品でもある。1975年 横浜放送映画専門学院を開校し、校長、理事長を務め、三池隆史、細野達沖、金秀吉、笹部清本校勝幸、李正日、佐藤東介などの映画監督、邸義信などの脚本家、芥川賞作家の安倍和恵、さらに、タレントのうっちゃんなんちゃん、出川哲郎、俳優の長谷川初則、竜大輔などの人材を輩出した。 1979年に9年ぶりの劇映画となる、復讐するは我にありが公開。この作品の映画化をめぐっては、黒木和夫、深作金次、藤田俊八らと映画化権取得を争った。同作品の成功により低迷期を脱し、映画監督として復活を遂げる。今村はこの映画の主役で、実在の殺人犯、江ノキ岩尾役を、厚見清にオファーしていた。 復讐するは我にありのヒットにより借金を返済して、松竹も利益を上げたことで10年間温めていた企画で、初の時代劇となる A じゃないかを1981年に松竹と共同制作して公開。3億円のオープンセットなど莫大な予算を投じたが、不入りで内容的にも今村自身が失敗作と認める結果に終わる。 1983年に東映との共同制作で奈良山節子を発表。同作はカンヌ国際映画祭の最高賞を受賞。日本作品の受賞は1954年の木ヌガサ・テイ監督による地獄門、1980年の黒沢明監督の影武者に続く史上を3度目となる。受賞効果もあり、1億7000万円で制作した。 同作は12億円を稼ぐヒットとなった。なお、奈良山節子を出品した際には、奪捨てて山の話など外国人にわかるわけが、なくどうせ受賞しないのだからと映画祭を欠席した。同年のカンヌ国際映画祭では、大島渚さの戦場のメリークリスマスの全評判が高く、その下馬評を覆しての受賞だったが、受賞について本人は特に感動がなかったと述べている。 奈良山節光の成功により、東映とは1987年に、ゼゲンゼゲンを共同制作、1989年に、東映配給で、黒い雨を公開して東映とは3本で組んだが、奈良山節光以外は当たらなかった。黒い雨は、田中良子の演技が評価されたが、二十数社に出資を断られて、資金調達に苦労し、ガンヌでも無感に終わった。 同作を評価するフランス人評論家が無感を批判する一幕もあった。黒い雨後の7年間の沈黙の末に1997年にうなぎを発表。同作で2度目のカンヌ国際映画祭のパルムドールを受賞する。パルムドールの史上最多受賞記録は2回であり、それを達成したのは今村を含めたフランシス・フォード・コッポラ、ダルデンヌ兄弟、ミハイル・ハネケ等の8監督のみ。 歴史的快挙にもかかわらず、受賞式に今村の姿はなかった。今村は夫婦で同映画祭に出席していたが、本当は気が進まずに受賞式の前に帰国していた。うなぎの頃より糖尿病の悪化と加齢により立っているのが、やっとの状態で気力も減退し、従来の粘りや執念も発揮できなくなっていたが、その後も1998年に、 肝臓先生、2001年に赤い橋の下のぬるい水を発表。2006年5月30日午後3時49分、転移性肝腫瘍のため、東京都渋谷区の病院で79歳で死去。遺作は110901、セプテンバー11中の短編。葬儀には、失宿していた映画監督、マーティン・スコセッシが、今村翔平監督はマスターですと長文を寄せた。 また、今村が創設した日本映画学校の出身者で、アニメーション監督の谷口五郎は、自身が影響を受けた人物の名に、子供の頃からの剣道の師匠と今村の名を挙げている。ありがとうございます。